どうも、オナです。私はですね、今シンガポールチャンギ国際空港第3ターミナルに来ております。まあ、それで今回なんですけども、こちらのシンガポールからですね、サウジアラビアのジェッタ、そちらにですね、サウジアラビア国営航空に乗ってですね、行きたいと思っております。まあ、こちらはですね、日本に就航してない航空会社でございまして、まあ、サウジアラビアっていうとね、今までこう閉ざされた国のイメージが私自身あったんですけどもね、最近オープンになってきてって感じなんで、せっかくなんでちょっと乗ってみようと思いまして、今回シンガポールから乗る予定でございます。出発がですね、17時でございまして、今ですね、シンガポールの現地の情報は出てないんですけど、14時40分ということでですね、2時間半前なんですけども、多分チェックインカウンターもね、もうオープンしてると思いますので、早速なんですけども、チェックインしてみたいと思います。私は今回乗るフライトの17時ちょうどのジェッターですね。サウディアに関して SV っていう航空コードなんですよ。サウジアラビアなんちゃらなんちゃら、なんでしょうか、 V は。はい、まあそれは置いといて、まだゲートはオープンしてないみたいですね。2時間前ですかね、拠点ではない空港ですからね、間もなくして始まると思いますので、まあ、9番の方でちょっと待っておきたいと思います。サウジアラビア航空なんですけども、もうすでにチェックインカウンターオープンしておりましたね。はい、というわけで今皆さん並んでおりますけども、サウジアラビア航空はちょっと見ていただければ分かると思うんですけども、はい、スカイチームなんですね。久々にスカイチームですね。スカイチームは結構いろんなね、まあ、日本にとってあまり馴染みのない航空会社加盟してたりするんですけども、まあ、私デルタのアメックス持っておりますので、ゴールドメダリアンでございますのでですね、スカイプライオリティ、今回エコノミークラスですけども、こちらですね、チェックインしたいと思います。はい、それではですね、無事チェックインすることができました。いや、久々 のスカイチーム乗るということで、ちょっとテンション上がりますね。まあ、それで私最終目的地はね、ベイルート、レバノンですね。はい、こちらなんですけどね、チケットをもらいまして、特にビザとかも提示なくても入国しないであれですね、第三国に行けるみたいですね。うん、というわけで乗り継ぎでサウディア使うっていうのもありなのかなって思いました。ラウンジに関してはデルタ航空のゴールドメダリーを持っておりますので、使えるわけですけれども、サッツラウンジ、こちらプライオリティパスでも入れるラウンジかな。はい、というわけで今からですね、シンガポール出国したいと思います。そこまでお客さんもいなさそうなんですけども、うん、まあ、国営なんでね、しかもサウジアラビア国営となるとね、ちょっとエコノミーにも期待しちゃいますけど、国営っていうとなんかこうね、スカスカなイメージとか、そこまでね、民間企業とは違って力入れてないですよみたいな印象が私自身にあるんでしょうか、どうですかね。制限エリア内に入ってきました。では今からラウンジに行きましょう。ラウンジはここ登ったところですね。ここですね、なんか ANA か JAL とかでもここでなんか利用してたような気がしますけどね。こうなんか、ね、夏の外で売ってる屋台みたいな冷蔵庫壊れたんでしょうかね。それでこれは以前も食べたけど美味しかったな。はい、ラーメン作るやつ、これじゃあいただこう。ラクサとアクエリアス、アクエリアス久々に見たんで撮っちゃいました。いいですね、ラクサもうまい。中華麺だったらもっと良かったけど、なかった。うまいね。今回ちょっと旅行は冒険感があるサウジアラビア、まあ、経由だけですけどね。いや、楽しみですね。ラウンジに出てですね、ゲートに向かっております。 B7 ということですね。一応シンガポールはですね、チャンギは結構コロコロゲートが変わるので、ディスプレイで確認して B7 のままだったんで、そちらの方に向かっております。結構時間かかりそうです。もう4時が搭乗開始と一応なってたんですけども、はい、4時5分、ちょっとゆっくりしすぎましたね。シンガポール決まりの制限エリアの制限エリアですね。ここで荷物検査を行います。荷物検査を終えまして、はい、私が今回乗るやつはサウジアラビア航空。いや、かっこいいっすね。ちょっと怖さもありますけどね、だってロゴがもう剣書いてますからね。それでサウジアラビアの国旗もありますけれども、はい、ちょっとまあ日本にはね、あんまり馴染みがないということもありまして、まあ当然日本にも就航してないんですけども、はい、今回乗れるということで嬉しく思っております。スカイチームにまあ加盟してるので大丈夫とは思うんですけどもね。はい、というわけでもうちょっとここで待っておきたいと思います。スカイプライオリティの優先搭乗始まりましたので、今から飛行機の中に入りたいと思います。いや、でも飛行機の中ちょっと想像できないですよね。サウジアラビア国営ですからねいや、ちょっとね、どんなことになるか分かんないんですけども、ちょっと今までのフライトレビューとは違った感じになるかもしれないですけども、まあ、ちょっと楽しみですね。今回は 59L ですね。入り口は1本ですね。
Hello. 59L. That's okay. Nice. Thank you.飛行機はシンプル、何もデザインがないここただ川、国営っぽい今回はちょっと窓ガラス席なんでトイレも行ってきましょう。トイレは、なるほど、アラビア語が書いておりますね。サウジアラビアのやつでしょうか、はい、では用を済まして座席に着きたいと思います。お、ここあれですね、こんなスペースがあるんだな。座席に着きました。今回はですね、ボーイン787ラッシュ Q ですね。エコノミーに関しては333の座席となっております。まあ、それ後ろにもう何もね、ロゴがないとか、そんなところがちょっと逆に面白いな、珍しいなと思いましたね。大体ロゴとかあったりしますけれども、座席に関してはこんな感じ、拳2つ分ちょっと狭いかな。まあでもこんなもんか。でもなんか国営だとね、もうちょっと広々してそうな感じはしたんですけど、別にそんなことはなくて結構詰め込み式ですね。それで落ちてましたけど、枕とブランケットもらいました。まあ、それでね、もう入った瞬間いろいろ違いがありましたけども、祈る場所が飛行機の中に存在する一番後方のところですね、はい、そちらがありまして、これなんで分かったかっていうと、サム・チョイさんってまあね、いろいろこうグローバルにやられてる、飛行機レビューやられてる方のなんかこう動画で、なんかそこでなんか祈ってるサムネを見たことあるんですけど、まさにそれがありましたね。こうちょっとびっくり。で CA さんはフィリピンの方とかなのかなとか、あとはちょっとなんか中東っぽい人もいましたけども、なんかサウジアラビアっていうとね、もう顔を女性の方は、ね、もう目だけしか出さないとか、そんな人が多分多いとは思うんですけども、国営ですけども、そういった方々はさすがにサウジアラビアの方で方は CA をやられてないんじゃないかなというふうに思った。男性の方だといるかもしれないですけども、男性の CA の方もいらっしゃいました。まあ、というわけですね、まあ、国営ですけども、はい、エミレーツとかカタールとかと同じようにこう外国人の方が、まあ、あの CA をやられてるのかなというふうに思いました。では今お客さんが続々と入ってきております。 Thank you. はい、というわけでタオルもらいました。お、エコノミーの結構なサービスいいですね。ホットタオルですよ。でもなんか飛行機は笑い声も聞こえてますし、不思議な人は正直乗ってますけどね、はい、あまり見ないような、そんな和気あいあいとした感じでとてもいい感じですね。何より今回人がいなさそう、もしかして3列独占、まあ、超ラッキーじゃん。航空券は3万3000円ぐらいだったんですけどもね、そのベイルートまで肉感安いですね。 Thank you. تقتضي قوانين الهيئة العامة للطيران المدني التقيد بالإشارات المضاءة واللافتات الملصقة واتباع توجيهات الملاحين والانتباه لعرض تعليمات السلامة التالية. Your seatbelt must be fastened now. To fasten the belt, insert the metal fittings one into the other and tighten the strap. Sit. Prior to leaving the aircraft, remove your shoes. Leave everything behind.بسم الله الرحمن الرحيم حضرة الركاب أسعد الله مساءكم 安全ビデオの中から機長からの挨拶っていうのはなかなかシュールですね。Ladies and gentlemen from the cockpit, wish you a very good evening. From the cockpit and from the cabin, welcome aboard the Russian Airlines flight. First of all, sincere apology for the delay. For the time being, we have congested traffic at Singapore Airport for the time being. Expecting to push back from the gate within 5 minutes from now. Passenger compartment is prohibited, including the use of electronic cigarettes. Thank you for your attention. Saudia wishes you a pleasant flight. The use of mobile phones and internet during this flight is permissible once the mobile sign is switched off.Ladies and gentlemen, the text you are about to hear is a supplication which Prophet Muhammad, peace be upon him, used to pray upon traveling. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin
安全ビデオもありまして、あのその後にちょっと特殊な感じで、まあ、あんまり宗教をね絡みの話なんで反応してもあれなんですけども、まあ、そのようなものがありました。それでね今気づいたんですけども窓ない窓側取ったのよ、多いって感じで、こういった座席もあるのか。結構 ANA とかだとね窓がない席ですとか書いてくれてたんですけど、特に書いてなかったんで、あやっちゃいましたね。というわけで一番後ろのね2列席空いてるんで、まあ別に自由に移動しても良さそうな感じだったんで、ちょっと離発着の時だけそっちに移ろうかと思います。ちょっと遅れているそうなんですけど、待ってきたいと思います。もうちょっと後方席はここですね、お祈りのところがあるところで、はい、2列席と。サウジアラビア、国営のサウジアラビア、こちらですね、まあ、楽しみたいと思います。約9時間のフライトとなっております。結構長い。私が一番後ろに座るのは今回はちょっと良くないなと思いましたね。というわけで今祈ってる方がいらっしゃいまして、結構活用されてるんで、これはでもエミレーツとかカタールとかにはないですよね。サウディアだけじゃないですかね。はい、これはなんか虫除けみたいな、結構インドネシアとかでもベトナム航空かなやってたりもしますけど、ちょっと臭いですね。アメニティもエコノミーにもかかわらずもらえますね。で結構子供の おもちゃ配るのは、まあ、どこもレガシの航空会社であればやってますけど、結構なんかでっかいバッグみたい なんかプレゼント持ってましたけどね。今まで見た中で一番豪華かもしれないですね。アメニティ開けてみましょう。はい、それではアイマスク、お銀色かっこいい。歯ブラシ、中はコルゲートみたいなやつですね。あとは耳栓、それで靴下、おシルクでできてるのがなんかいい感じです。エ
コノミーでこれくれるのはありがたいですね。まあ何気に今回のフライト長いですからね。東京からロサンゼルス行くぐらいの距離ですから。そっか、そう考えると長いな。もっとなんかアマゾンプライムとかなんかダウンロードしとけばよかったんですけど、特には今回してないです。さあ、これは配られた機内メニューですね、うん、まあエコノミーなんでそんなには期待しないですけれども、ドリンクがソフトドリンクとホットドリンク、ジュースしかない、アルコールが一切ない、まあ、イスラム教の方はお酒は飲めないので、はい、もうお酒は置いてないってことなんでしょうね。あ、これでもすごいですね。エミレーツとかカタールとかは、まあ、一応こうイスラム教ではありますけども、アルコールは提供確かしてたはずなんで、もうサウジアラビアはねもう本当にメッカがある国ということもありまして、お酒も外国人が乗ってる飛行機であろうと、まあ、提供しないよというスタンスなんでしょうかね。グアバジュース、あら美味しい。人が少ないと楽ですね。結構ねアジア人も乗ってるんですよね、僕みたいな。多分日本人じゃなくて女性2人がいて、あの台湾のパスポート持ってたんですけども、サウジアラビア行かれるんですかね。あとはなんかこうシンガポール人みたいなもちろん持ってたりあのしますね。なんか不思議な、あトルココーヒーかな、お茶かな、なんか配ってますね。ミルクティーか。これはでもドーハで食べましたね、ホテルで。すごい生姜の匂いがする、すげえ。ではいただきます。生姜は入ってるとは思うんですけど、なんかレモンティーっぽいですね。コーヒーではないです。甘くて美味しいです。食事の提供も始まりましたね。どんなやつか楽しみです。いいですね、こんな風にエコノミーをちゃんと敷いてくれて、とてもなんか清潔感があります。食事も美味しそう。一応こうスターターとメインみたいなのがあるみたいなんですけど、まあ、そのまままとめて美味しそう。こっちはサラダかな、はい、ビリヤニはマレーシア料理だっけな、シンガポールとかあるんでしょうね。はい、こんな感じ、美味しそう。アイスクリームをもらいました。お、ニュージーランド書いてますね。ハーゲンダッツとかではないみたいですね。いただきます。コーラとかも書いてありましたけど、コーラはなんか後ろの方にありそうですね。めんどくさいんでオレンジジュース頼みました。米はパサパサですけども、まあ美味しいですね。人参がいっぱい入ってる。人参が嫌いな人はちょっときついかもしれないですね。でこっちはサラダ、なんかスーパーフードみたいなやつです、まあ、チキンと一緒に食べるのかな。思った以上普通ですね。なんかメニューの一つには上海ヌードルみたいなのありましたけどね。そうやってもうちょっとなんか東アジアっぽい料理もなんかありまして、頼んでしたらいいのかな。なんか小学校の時の給食を思い出しますね。そんなパンです。アイスクリームちょっと食べてみましょうか、うん、美味しい。ハーゲンダッツみたいに硬くはないですけど、柔らかい感じのやつですけど、本物のまあ、ね、牛乳っていうんですかね、はい、使われてて美味しいです。人が少ないのはいいですね。基本的に日本出発の飛行機でどれもなんか混んでる、ほとんどスカスカってないんですけど、まあね、こういったちょっと変わった路線っていうんですかね、今回に関してはもうかなり快適ですね。エコノミーは3万3000円ですけど、もう十分にもうその価値はあると思います。では機内食ゆっくりいただきます。コーヒーももらいました。ミルクもいいですね、今度やつ。結構でも揺れてますね、気をつけないと。中東系はこんなやつ多いですね。あとヨーロッパと、ああ結構苦いコーヒーですね。チョコレート、まあ、あとは電気消えて寝てくださいって感じですかね。
的無知まで7時間ということで、まだまだですね。一応機内 Wi-Fi はあるみたいですね。結構でももうほとんど普通の航空会社と変わんないですね。全然ファーストとビジネスのお客さんは無料で使える、あと上級会の人、あとは有料プラン10ドルで50メガとか、あとは100メガで15ドル、まあ、300メガで25ドル。今回ちょっとまあ使い放題ではないんでやめとこうかと思います。私のやつ iCloud に写真が上がるように設定してるんで、いつも上限があるとすぐ切れちゃうんですよね、こういった Wi-Fi 使うと。まあ、それで一応フリープランっていうので10メガまでであれば誰でも使えるみたいですね。まあ、10メガってもう一瞬だと思いますけどね。まあ、でもせっかくなんでちょっと繋いで、妻と LINE でちょっとまあチャットでもしてみようかと思います。まあ、今回は3列シートということで、ね、結構横になってね寝ている方もいらっしゃいますね。はい、というわけで、まあ、これで寝たいと思います。おやすみなさい。やってました。これいいですね。はい、で今回は、まあ、エアポッドなくさない優先使ってます。はい、ではまだトイレ出るんですけども、こんな風に絨毯が引かれてますね。あー、 OK、 Thank you。 You want to take the banana seat? Ah, OK. Thank you. You want diet Pepsi? You want the entire can? Ah, it's OK. Thank you. もらいました。こんな風にコーランですかね、読むことできるんですね。ちなみに結構寝まして、残り3時間とかで到着、3時間ぐらい寝てたのかな。結構がっつり寝ましたね。はい、今はこのようなちゃんとあれですね、ペプシとかありましたね。しかも噛んでくれるという。でこんなスニッカーみたいなやつもありましたし、バナナ、いやいいっすね。国営最高って思いますね。ちなみにエミレーツはドバイ首長のご出資、エティハトは UAE の出資なのかな。カタール航空はカタール政府の国営らしいんだ。今後サウジアラビアが開放していったら、もしかしたらエミレーツとかエティハトとかのように日本に就航する可能性もあるかもしれないですね。関門こんなタイプです。こんなタイプ。男性の CA の方もですね、祈ってたりしますね。結構時間っていうのは関係ないのかな。なんか常に誰かしら結構ちょこちょこやってるっていう感じですかね。これもいただきましょう。これはオーストラリアで作った感じですね。そうか、まだまだ後で食べます。再びちょっと爆睡してたら、もう間もなくしたら1時間ぐらいで、はい、ジェッタに到着らしいです。いや本当あっという間ですね。もう横に慣れてたんでめちゃめちゃよく出ました。楽勝です。楽して、またジュースが提供されてますね。いいぞ。食事は来ました。ピザって言ってましたけどね、ベジタブル。お、美味しそう。めっちゃちょっと動画だとあんま美味しくなさそうですけど、なんか具がいっぱい乗って美味しそうです。ここはヨーグルト。さっきこっち行ってましたっけ。プリンっぽいですね、なんか弾け方が。めっちゃ甘いヨーグルトですね。めっちゃ甘い和菓子みたいです。コーヒーとなら多分合うと思います。ブラックコーヒー、ちょっと甘い。ピザは全部うまいですね、間違いないです。まさかの、まあ、普通にこうピザとか、ね、そういったのも出るサウディアの、はい、飛行機でございます。サウジアラビアのですね、雑誌をちょっとチェックしてみようかと思います。まあ、こんな風に、まあ、ありまして、まあ、アラビア語も書かれてたりしますけど、スカイチームと加盟しておりまして、データ航空とか、まあ、ベトナム航空とか、KLM 大韓航空、
まあ、そういったところと、まあ、パートナーということですね。ちっちゃくて申し訳ないんですけども、まあ、こちらが就航都市となっておりまして、まあ、やっぱりこうジェッタと宿っていう、まあ、こちらも大きい都市ですけど、こちらがですね、まあ、拠点にいろいろ就航しておりまして、まあ、ヨーロッパも結構ロンドンとか、まあ、主要都市は就航しております。ただ東アジアについてはもうこの地図ちょうど真ん中、日本で存在しませんけど、まあ、グランジュとか中国の、あとマニラ、シンガポール、クアラルンプールとか、あとインドネシアですね、今就航しているというわけでございます。まあ、それこれって多分あれなんですよね、サウジアラビアに仕事をしに行ってる、まあ、メイドさんだったりとか、まあ、建築だったりとか、まあ、そういった方々が多分乗ってるんじゃないかなというふうには思ってますが、インドにも就航してますね。今回のフライトで分かったことは、サウジアラビアの人っていうのはあまり乗ってなさそうという感じですね。私はてっきりもうサウジアラビアの方々がずっしり乗ってると思ってたんですけど、全然そんなことはなかったです。飛行機はトリプル737、今回乗ってるやつですね、とか3日とか、はい、そういった、まあ、機種を持っているような感じでございまして、トリプル7になるとファーストクラスの座席のあるものもあるそうですね。機内雑誌にはこのように英語がないページもありますけれども、何が書かれてるんでしょうかね。さっぱりわからん。はい、それでは CA さんが今絨毯を片付けてますね。到着間近でやっとですね、サウジアラビアの街が見えてきましたね。最初はね、明かりがありますね。それでもそこまで多くはないですね。テンション上がりますね。間もなくしたらジェッタに到着です。サウジアラビアジェッタに到着いたしました。もう外真っ暗で、遠くに明かりがあるだけで何もないですね。それでもやっぱこう今まで遠い国だと思ってたサウジアラビアに、まあ、こうやって乗り換えだけでもですね、これってちょっと私的には感激です。はい、では無事到着してもらって良かったです。はい、シンガポールで2時55分なんですけども、こちらでまだ21時55分ということで、実際は5時間か、はい、になります。もうオープンスポットですね。ちょっと肌寒い感じですね。 T シャツじゃ厳しいです。おサウジアラビア、ね、サウディアで来れて、いや非常に光栄なことですね。
私はトランスファーになりますので、こちら向かいます。荷物受け取りとはまた別のところですね。結構乗り継ぎのお客さんも多いですね。ここで手続きするみたいです。もうもしかしたらいらないかもしれないですけど、チケットも持ってるんで。トイレも可愛いです。乗り継ぎも無事終わりまして、明日10時35分のフライトになりまして、今はですね、まあ、10時50分ということでですね、はい、12時間ぐらいここの空港待機しとかないといけないんですけども、まあ、結構すごい人ですね。あのドーハとかあのドバイとかそういったね、広々とした空港をちょっとイメージしてたんですけど、空港自体はおーって感じですかね。まあ、それでも今回ちょっとラウンジも使えるので、多分そっちで夜は明かすことができると思いますので、まあ、それは次の動画でお届けしようと思っているので、楽しみにしていただければと思うんですけども、とりあえずまあね、サウディア、まあ、乗ってみたいわけですけれども、まあ、最初はちょっとね緊張したんですけど、乗ってみるともう他の航空会社と変わらずに、まあ、快適にね過ごすことができました。まあ、アルコールとかは出ないんですけど、それ以外に関してはもうほぼ同じで、別に外国人、まあ、アジア人、日本人だからといってね困ることっていうことは正直全然なかったですね。国営ということもありましてね、まあ、あの集客とか、まあ、そこら辺はどうなんだって話はありますけれども、まあ、お客さんとして乗る分にはですね、まあ、乗客には3割ぐらいしか乗ってなかったんでね、非常に快適にですね、ここのサウジアラビアジェッタに来ることができました。というわけで、まあ、ぜひともね、日本には就航してない航空会社ですけども、もしスカイスキャナーとかで、まあ、最安値とか出てきても全然私としては問題ないとは思いますので、乗ってみてはどうでしょうか。まあ、この動画面白かった、役に立ったって人はぜひとも高評価、チャンネル登録お願いします。またツイッター、インスタグラム、ブログやってますので、フォローチェックしていただければ非常に嬉しいです。まあ、こんな感じで今回動画は終わりたいと思います。サウジアラビアに入国するにはビザが必要です。まあ、ビザでもオンラインで、まあ、150ドルとかかかるんですけどもね、はい、まあ、払えばでも入ることができまして、まあ、乗り継ぎであれば別にビザとかなくてもですね、あの利用できるようなんで、はい、ぜひともね皆さん利用してみてください。そんな感じで今回動画は終わります。それでは次以降もお楽しみに。